確かそうですね。どれがどれ？これ。そうそうそう。刺さった刺さった。もうあの南五西七。はい。合ってた。南五西七。さすがっすね、運転手さん。すごい。やっぱもう京都やからな、札幌は。五番の目な。あ、五番の目か。ライトつくか。あ、いいですね。あ、ライトつく。あれこれついてる？これ。これ山さん入ってんのそれ？これこっちに。こっちに入れてる。あ、これでいいか、うん、はい、すいません、ちょっとあの、はい、札幌北海道公園に、うん、はい、お邪魔させていただきます、まあ、あるね、まあ、遊びに来たようなもんなんですよ。いや、本当そうですよ、ぶっちゃけね。まあ、遊びですからね、裏さらば。裏さらばね、袋はでも仕事やと思ってるえ裏さらば、こんな YouTube を軽んじてる男が、ね、裏さらばは仕事やと思ってる。裏さら喋らなあかんねんが仕事やろ。喋らなあかん。ちょっと、今何時ですか？ 8 時半ぐらい？ 8 時半ぐらい、20分。腹減りましたね。行こう行こう、夜の街へ。ちょっと…すすきの？すすきのがご飯食べるとこなん？でもまああの辺でしょ、いつも食うてんのは。毛ガニ食いたいな。いきなりそんな高いやつ食べんの？なあ、袋。勝手に行ってこい。なんで？何？どうした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 んだね。どうしたん？え、まあ、どうしたんじゃないの。何どうしたの、うん、そのなんかお決まりのみたいな。どうしたどうした何やどうした。毛ガニ食いたいよ。食うてきたらええがな。なんでお前かいの。どうしたどうした。俺は別にカニ嫌いやからええよ。え、うん、なんで、どういう絡みやねん。なんでて。毛ガニ食いたいわ。確かになんか前さ、朝早く起きて食いに行かへんかった。行ったよ、なんか市場みたいな。なんか5万ぐらいなくなったね。いや、ほんまぼったくりみたいな。ぼったくり。まあ、だいたいどこの市場もぼったくりやな。そうね。ねえ、運転手さん。観光客相手にね。まあ、もうそれが文化ですから。こっちもいちいちやいや言わないですよ。まあ、まあまあまあ。朝一でしょ。おられてると思って。もう、それはもうプロレスですから。ねえ、ぼってくるやつと、ぼられてる。うまいんじゃないの、それは。いや、うまい、うまいの、めっちゃうまかった。高い、高い、値段が高い。いや、まあ、ていうか、毛ガニはもうそもそも高いよね。あ、なんか値段決まってない感あんねんな。だからまあ、そうなんです。海外来たみたいなんで。うん。足元見てくるね。そうそう、これには高く。そんなことないだろうけど、うん、いや、そんなことあるでしょ。晩ご飯まだじゃ決まってないですよね。そうそうですね。例えば運転手さんのなんかおすすめのジンギスカン。運転手さんなんかおすすめありますか？ジンギスカンとかなんか。いや、ジンギスカン、いや、何食べたいかにもよるよね。ジンギスカンはやったらどこですかね。匂いが嫌だって知るから。いやいや、俺らは俺らは大丈夫。俺ら好きなんですよ、ジンギスカンは。生ラブの匂いでも大丈夫。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫。もう俺らはもう。羊はもう食べるものやと思ってます。羊は見るものじゃない、食べるものだ。ありますよ、有名なとこ。あ、結構ありますよ。あの、フクロウとかいただけますとか結構。フクロウ。いただき、うん、いただけます？いただきます。いただきます。ます。あ、いただきますは聞いたことあるな。今、去年はすごい行ったよね。ラム。ラムって言うんですよ。うん、一応すすきので一番うまいとされてる。されてるね。でもね、いただきますも去年言ってた気がする。みんな検索してた。有名ですか。いただきますは、いただきますは言ったな。なんかな、いや、俺なんか営業に来た時に行ったな、こっちに。ムクロさん行ったんですか。うん、なんか昔コカドさんとかと行ったの。あーあー、うん、あれな、なんか観光客はあそこ行くよ。チェーン店。チェーン店。ダルマとか。あ、ダルマね。ダルマ東京にもね、ありますからね。別に。別に。美味しいですけどね。美味しい、美味しい。なんでこっちがフォローしてるの。美味しいですけど。なんすか。夜空の神社。あー、行ったね。行ってる、行った、行った、行ったね、あそこ。ちょっとこじゃれてるとこですよね。種類いっぱいあるとこっす。あそこはどうですか。悪くはないんですよ。まあね、美味しいよね。美味しいよ。いいよ、別に。誰にそう。人に向けてやから、よくわからんからな。
ちゃんとね、やっぱ傷つけたくないから、うん、朝一めっちゃ傷つけてますね。いや、朝一はいいんですよ、文化、文化ですから、あれは。起きれる日あるかね、朝。いやないでしょ。ないか。まあ、あるか、明日とか朝、まあ、チャンス明日ぐらいやな、うん、朝動くってなったら。朝一でもな、ゲネもあるしな。確かにちょっと今回北海道タイトスケジュールや。そう、タイトやのよ。せっかくね。そうなんですよね、なんかあんまりやることがないというか、うん、古着屋も行かれへんしな。そうね。明日、明後日で2公演ずつあるんでしたっけ。いや、明日1公演、明後日2公演ですね。あ、まあ、それでも結構、うん、あとゲネもあるんですね。そう、ゲネがあるんですよ、明日。じゃあもう、実質パンパンっすね、うん、マジ、何しに来たか分かんないっすわ。頼むやろ。すごい正しい、マジで。袋が正しい、ほんまに。旅行や思って来てんのに。すごい感覚やな。まあでもゴルフ行きたかったな、北海道で。もう無理やろ。いや無理ですね、さすがに。いや、行けんじゃん。いやいや、だって前さ、5時に行って10時に帰って。ほんまや。いや、北海道なんもないんですよ。朝のがないの。朝がないんだ。ええやん、勝手に行ったったい。そういうことやね。野原とさ、あんな大地。母なる大地やねんから、お前。勝手にスコーン打ったったええやん。できないのよ、どこでも。そんなもん。できないですよ、ゴルフじゃないと。スパーンって打てるやん。北海道なんて。何や思てんの。北海道もゴルフも。だってもう新千歳の着陸する前とかすごかったよ、うん、やっぱり。あーね、あの畑みたいな外見てたら、あの辺でスパーン打てんけどね。いや、河川敷でやってるおっさんちゃうんですよ。無許可でな。気持ちええで、朝いいと思うよ、あの辺の畑スパーンって。2打目もドライバーでいいんでね。ゴルフも北海道もバカにしてる、ね、どちらも。袋さんもやっぱラーメンの。いや、だから味噌ラーメンはまあいつも行くとこがあるんでね。雪風っていうとこ。それって例えば今日みんなで飯行こうって言ってるやん、うん、飯食った後、またその後に味噌ラーメン行くの。去年はジンギスカン食った後にあれ行ってましたね、雪風。じゃあもう辻さんそれついて行ったらいいんじゃないですか。去年みんなで雪風行ったやん。え、あれ俺も行ってましたよ。俺も行ったもん、だって俺行ってないわ多分。あれここ、あ、着いた、近。あれ、なべちゃんが迎えに来てる。あ、すごい、なべちゃんが。ようこそ。コーディネーターやないか。現地 のコーディネーター。確かにコーディネーター感あるな。ちょっとテンション高すぎるやろ。いや、もう腹減った。いや、飯のこともちょっと何も決まってないですけど。何、ほんで店探してた。いや、だって何もしてないですよ。あれ、広川は。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。あれ、コーディネーターの方。はい、こちらです。あらましくさ、でっかいコーディネーターやな。隣がラブホテルだった。あら、そう。あれ、現地のコーディネーター。部屋にね、ウィラ、ウィラポンさんです。ウィラポンさん。あの、辰吉がね、あの、何回も負けたウィラポンさん。ウィラポンさん、ちょっと、おしっこしたいんですけど。チェックインしよう。証明したい、証明。夜、ここちょっとすみません、お断りなんですけども、はい、なんとかします。コーディネーター行きます。なんとかします。ゴーゴーバーまでは何時間。ゴーゴーバーまで。タイヤ持てる。タイヤの人ですか。島の早い。島の早いですよ。みんな乗ってください。何回俺。あ、もう9。9、9、9。みんな9。9やと思うで。俺も。9じゃない？9。今日五反田ガレージは取らないです。ブタンダガレージ、撮ります。あれ、ブタンダガレージ、今撮ったら。いや、今向こう、着いたらって。あ、着いたら撮る。いや、それこっち撮ります。ブタンダガレージ。だから、どっちが先出すかで。7回ですね。あ、7回。あ、ヒロちゃん、禁煙か。はいはい。ブタンダガレージ撮るから。え、通さん、これいつ出るんですか。これちょっと先になるんちゃうかな。そうですね。次が、うん、あのグランピングでしょ。あ、その次っすね。あ、でもいい勝負かもしれない。デッドヒートかもしれない。7月後半か8月頭。これえ、何これ。ん、あ、はい、うわ、すごい。
げえ、タバコの匂い。なんとも言いにくいでしょ。いやいや。隣がホテルあるんで。だったら。ご利用の際はそちらにお越しですか。これなんかこうセットしたりするんですか、こういう。いやいや、なんもしないですよ、全然。もうほんまに。もうこのまんまよ、もう。いつも。こんまんまですか。はい。あれ、何年前やったかな、一回、二、三年前に。俺はこういうシングルの部屋でモニターツインとかがあるらしいTBS だとってあ、はい、ちょっと見に行きましょうか、はい、行きましょう。下手したらあの格差ってことですね、はい、90わえ出ましょう。モニターそんなんかみたいな。寝起きドッキリじゃない。寝起きドッキリじゃない。1分前でしょ。あ、ちょっと違う。あれ、ちょっと狭ないですか。あ、いや全然匂いマシや。あ、全然大丈夫や。え、狭ない。いや、まあ、狭い。これはブクロの部屋の方が、うん、広く良くないかも。良くないよな。まあそらそうやろ。しゃあない。いや、そらそうやろ。部屋の間取りは変わらない。しゃあそうな。何が臭いの？なんか臭い。この部屋の方がなんかそのタバコがもう黄ばみがありましたね。はい、しゃあない、それ喫煙のあれや。いや、まあそうやねんけどな。それで文句言うのは違うで。部屋の広さ一緒だ。それで文句言うのは違う。喫煙の部屋、お前がやったやん。空気でいいです。それで文句言うの。行こう行こう、もう長なるぞ。お前の。ええ。なんか現地のややこしい。現地のややこしい。やばい、宿泊客やった。え、降りる？もう降りますか。もうはい。用意だけします。うわ、信玄ちゃんあれ。もしかして。え？信玄の前。うわ。え？ブクロさんの。いやいや、森田が好きだよ。俺が好きなのが信玄なんですよ。え、あれすごいな。え、もう今やもうあれですから、雪風信玄になったら信玄の方が上になりますよね。まあ雪風もうまいけどね。雪風もうまいけどね。北海道の職人気遣いのほうがいい。雪風もうまいけどね。なんなの、どこか知らん。北海道はラーメンかけつとかないんか。俺だって番組で信玄紹介しましたからね、あの安友さんのやつで。ああ、確かに。はい、どっち。うわ、すごいな、信玄。え、信玄そんな並んでるの。めっちゃ並んでますね。なんか誇りに思うわ。本当に。そうそう、森田が言ったからああなったわけじゃない。もう今、信玄の歩く広告塔って言われてますから、俺。方々で信玄言ってますからね。あ、逆やって、逆やって。逆かい。信玄に惹かれていってるやん。ブクロさんはそんな信玄は。僕は雪風って。雪風派なんですね。まあ、雪風もうまいけどね。これ何も背負ってへんぞ。うまいけどね。2回ずつ言うのやめてもらってさ、そっちで使えるように。どっちにもね、サービスしない。去年行ったよな、みんなで雪風。確か。どっち。いや、雪風行ったよ。なんか雪風一緒に行ったような記憶あんな。なんで辻さんついてきてたん。いや、辻さんと袋と3人で行きましたよね。行ったのはあの俺の空。ああ俺の空だ。そこ俺も行った。いや、そう、俺の空です。それ毎回言ってるけど、いないよな。いなかったよな。空は鍋ちゃんと辻さんって言うんで。ああ、そうだ。空って言ってる。空やったっけ。空。俺の空じゃない。空って言ってる。空。空で合ってるんじゃないの。空って言ってる。え、俺の空じゃなくて。いや、空。空か。涼しいね。ちょうどええな。20度ちょいぐらいか。えらい、なんか俺がいつも着てそうな服着てるやん。確かにな。欲しかった。確かにちょっとお前っぽいなって思ってもうたよ。欲しかった。届いてから通販で買って。届いてから通販で買って。通販で買って。ちょっと思ったわ。でブランドはどっかのやつですか。あ、まあ、リベラ。リベラ。あ、書いてある。え、なんでもう CE 着いひんの。いや、CE も別に着てますよ。着てますけど、そんな、いろんなもの着て戦ってますよ。なるほど。リベラは何、有名なの。いや、分からん、全然。え、じゃあデザインで決めたってこと。まあ、そう、ブランドじゃなくて。サイズ感ね。サイズ感で決めた、ね、ネットでサイズ感。ちゃんともう今来たけど。なかなかサイズ感。来たけど、身幅でな。ああ、なるほど。そうそう。身幅。身幅で。身幅いくらがいいんですか。60ぐらいがいいの。69の60がいい。なかなかデブやな。いや、デカめでね、したいから。あ、なるほど。すごいね、でも。
くデザイン、サイズデザインはやっぱ森田が着てるやつやから、これはほんま失敗したわ、憧れで、まあ、っていうことですね。その画像で見てたらそんなことなかったけどな。来たらうわ、これなんか森田来たら、ね、まあまあ似合ってるよな、うん。何の気遣い。まあまあリベラもいいですけどね。いいでしょ。わあ、すすきのやで。こっちすすきのですね。わあ、いいね。どこなん。もうすぐ越えたらある。けど多分混んでると思うな。まあ確かめてみよう。それ確かめな感じ。そうなんですよ。でもちょっとテンション高いわ。体調は、あ、体調は、体調全然大丈夫。数値は悪いけど体調はいい。僕は大丈夫です。大阪みたいなことがない。もう腹痛いふりして心配されるのやめような。そういうこと。わコメント欄で受けられんかったわ、あれ3週間。いやでもやっぱキリン堂寄らんかった時の山根さん、俺のバッシング。俺あの時締め締めと思ったけどね。腹痛 いやそんなコメントね、すごいね心配されてました。血出てんちゃうかな。腹痛外外傷外傷ですか。絶対血出てるわ。杉谷さんがそか先に飯よりコメント欄に振り回される演者たち。今日何曜日？木曜日。木曜日か。今日多いな。すすきのね。わあちょっと怖いな。え、すすきのって、あ、まあ怖いか。まあまあちょっと言うて。まあそれも歌舞伎町みたいなとこです。歌舞伎町みたいな。カメラはね。何や言うたらもうセイコーマートに逃げ込んだらいいんすよ。ねえ。確かに。セイコーマート一番安全ですから。あれ？ジンギスコーンや。ここですか。はい。いや、来てない。来てない。来てないと。おや、なんか思ってた感じと違うね。どう。すいません、ごめんなさい。すいません。開いてます。で、サラバ。ああ、どうも。サラバです。え。ここ、え、開いてます。あ、ジンギスカーンの人じゃないですか。あ、違います。あ、違う。すいません。で、すいません。で、サラバですか。そうです、サラバですよ。顔落ちて大丈夫ですか。ありがとうございます。ますこれあの YouTube なんですけど大丈夫ですか。どこのお店の方ですか。カニの店です。あ、そう。カニ。カニ。あるいはカニ店。うわ、カニ。カニ見てこのカニ。ゴミ袋のカニ。毛ガニあります？毛ガニですか。うん。マスターに聞いてみようか。みんな袋が。うん、あ、そうだ。ええよ。ええよ。いっといて。何？もうええってもさっきやったし。白紙やった。大丈夫。すいません、こいつがカニ食えないんですよ。すいません。ごめんね。ごめんなさい。本当すいません。ちょっと聞いてきます。はい、すいません。タバコ吸えるか聞いてな。あ、ええ匂いしてる。いや、単純に食べログっす。鍋ちゃんが点数高い。はい、失礼します。すごい。いや、すごい。チャキチャキ。ある、無理ですね。あ、無理。あ、カメラが？あ、カメラ。いや、多分6人が無理なんです。人が？時間ごとかな。あ、すいません。タバコ吸えるんですか。タバコも吸えます。わあ、いや、明日とかいい。まあね、いやいや、なんで今日。いや、そんな聞くな。まあ、美味しいとは思うんですけれどもね、どこもね。あの、まあ、砂漠立てお出ししてるので。うわあ、行きたかったな。まあ、しょうがないですね。すいません、ありがとうございます。すいません、またよろしくお願いいたします。ちょっとじゃあ、はい、丸竹。はい、本店とか。いや、一緒なんじゃない、もしかして。違う。いや、違うな。あー、確かにそんなに…あいつが来たぞみたいな感じになって。あれ噂なってたんやろ。あ、ごめんなさい。いっぱい見たいです。いやいや、違う。閉められてたやん、なんか。めちゃくちゃ…何も言わず。噂なってたやん。こんなの初めて見た。怖いわ。犯罪者みたいな。お尋ね者やったの。マジ。さあさあ、じゃあ次どうする。ちょっと、いや、あれね、あそこタバコ吸えないんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って。俺ちょっと探したから。喫煙カーでね。ジンギスカーン食いたかったな。そういうのは大体食べログですか、皆さん。はい。もう食べログ以外はもうね、あれですから。
あの Google の星と食べログの星って全然違うんで、うん、はい。でどっち派なんですか？食べログですよね。そら。グルナビあかん。グルナビダメ。あ、グルナビ？グルナビダメってこと？あ、グルナビもいいですけど、ね。そうですよね。はい、グルナビもいいですよ。どうした？はい。どうした？方々で案件欲しいんで。急に金欠になったみたいな。ちょっと待って、さっき地図調べるわ。すごいな。でもここもうジンギスカン屋の、いや、もういっぱいある。それはそうでしょ。でもだからこれうまいとこ入りたいからな。そうね、まあ、一発目ですからね、うん、ちなみに Google だとさっきのジンギスカン 4.6 です。そう、高すぎるやん。あ、そうだから Google は高すぎんのよ。でもなんかこの間な、俺らもそれ言ってんな、五反田ガレージで。いや、もう Google の星と食べログの星違うからなって言ったら、今 Google の方が正確やで。五反田ガレージのやつにさ、うん、今時まだ食べログ見てるんだ。そうなん。なんか結構ディスられます。いや、でもね、食べログってほんま実はほんまに合ってるから。あ、そうな。結構な。うん、僕もそんなに見える。まあ俺も見ちゃうな。ふくろさんは？どうも、まあそうやな。グーグーって言った今。食べログが出てこなって今。食べログ。まあなんかどっちかにこう忖度する。もう全員が忖度しだしたらなんかもう気持ちないやろ。気持ちの悪い。全く誰とも知り合いちゃうくせに。もう電話してる。電話してる。ちゃんと自分でやってくれるからいいね。忙しい。なかなか珍しくないし。あ、すいません。今から6人ぐらいなんですけど、行けたりします？あ、ちなみにタバコは吸えますか？あ、ありがとうございます。じゃあちょっと確認を。はい。かっけえ。あ、まだ今まだまだかないやん。まあでもなんか声で俺やっていう感じはしてたんです。多分電話番号バレてるえ、もしかして前に行って登録してる声とタバコで俺やっていう感じはする。マジどこでもいいって。ここも食べログ 3.6 何倍。食べログで 3.6 が高いよ。高い、一番信用できる。はいはい、5分10分ぐらいやと思います。うん、ちょっとぐらい前で待ってみる。グラフラもできるし。はい、はい、あ、どれぐらいですかね。あ、了解です。わかりました。はいはい、すいません、お願いします。林田哲郎です。ええわ、これ嘘ちゃうねん。嘘ちゃうねん。風俗扱いしてる。はい、すいません。林田哲郎、お前林田哲郎でやってんねん。090フルネームあんま言わんでええやろ。林田哲郎で言ってんねんな。すごい名前やな、はい、すいません、お願いします。女性に、はい、哲郎くんって言われる。いや、てっくんって言われるんじゃない。哲だけは生きてるんですね。いや、フルネームって言われた。あ、そうなん。林田哲郎。林田哲也ではあかんの。あ、いやいやいや、それはもう下もそら偽名にしといた方がいい。あれ知らんけどさ。はい、ちょっと調べて。え、あかんかった。いや、10分後ぐらいいける。あ、じゃあいけるやん。あかん。北海道産羊肉、炭火、カブと羊。いいやんか。食べログ 3.67、 ジンギスカーンとタメです。お、いいじゃん。ちょっと調べて。まっすぐじゃん。めっちゃすぐマジ5番やん。ラウンド1の方。ラウンド1ある？みんなちゃんとね、偉いんですよ、ね、マネージャーが動かないからね。みんな自立心が芽生えるんですよ。こっちってでっかいのある。え、あのビルちゃん、もっと少なかったか。なになに？え、俺らのビル？俺らのビルでしょ。僕たちの、パロディ風俗ビルね。あ、もうないんですか。いや、多分ね、こっちかこっちやったと思う。明日の尿とかね。すごいな。明日の尿を、松茸清、ファッションヘルス島村、うん、いやいや、あんなとこじゃなかったよ。ちょっと外れのイメージ。ああ、でもそうかも。狭いとこで。こんな暗いとこじゃない。でも明日の尿はなくなったからね。なくなったよね。ああ、店やったらな。あれはちゃうやな。あれはな。違う。でもちょっと人少ないっすね。
確かに。店入ってるんでしょ。いやいや、そんな全員が一気に入らない。そうな、どんな発想今の。全員が一気に入った。あふれてる人だ。これでもないか。違う。あ、でもこの辺にカバーやね。あ、ちょっと。でも、ね、ちょっと待って。いや。浮かんでみたら分かる。あの明日の量とか。あ、まあ、聞くなあんまり大きい声で。あっちか。向こう。もう建て壊されてない。あ、ないの。の一応通りはあっちの信号にありましたね。松竹清も。もう潰れましたね。ファッションヘルス島村も。ああそこはありますね。なんであんの。それはあんね。看板は立ってる。看板立ってる。あ、じゃあ一個向こう。まあまあちょっと。まああんま見どころはなさそうですね。うわあ、そうなんや。あ、けどこのテモミンみたいなやつもこういうのも。あ、テコキンね。こういうのもある。いいですよね。テコキン。テコキンいいやん。袋ええやん。コサキンみたいでええやん。お腹痛い。五反田ガレージは映すなよここ。クリーンなチャンネルやからな。うちもクリーンですよ。ブラスターもクリーンやけど。あ、じゃあここら辺も。完璧そういう通りなんですね。そうですね。ブクロさんはこういうのあんまり興味ないですか。いやいや、そんなこともないです。あんまなこともないけど、あんまり、あんまり無料案内所入る勇気ないのよ。確かに。怖いよね。無料案内所って。入ったことないの。ムラムラしてますか。入ったことはあるけど、一人で入る勇気ないな。いやいや、裏さらばでさ、おたんだ無料案内所やってんのにさ。まあ、ここだけ。全部撮ってんのだけ終わりました。大喜利状態。これ右じゃない？違う？いかにインパクトなんだ。右。誰も見てへんな地図。あれバニーガールバーじゃないあれ？いやでもね、去年行ったのはアンナじゃないです。でもあれ系列やと思うで。バニーガールおる。ほんま？いやおるもんって。おったら系列かどうか知らんけど。あのミリオンで。そうそうそう系列やで確か俺らが行った。これがでかい道じゃない？違う。ブクナビ。違う。ちょっと待って、俺が見たるわ。じゃあラウンド1はないっすね、まだね。ラウンド 1？ ラウンド1探すの。あ、じゃあもう一個かな。もう一個こっちじゃん。あ、こっち。あ、すいません。もう一個こっちじゃん。なんか教えてくれてください。なんてとこ。カブトっていうジンギスカン。はい。まっすぐ行って。まっすぐ行って、ちょっと右入って。右っすよね。ありがとうございます。ありがとうございます。わー楽しそう。わーええやん。ええやん。てか、こんなんこの間グランピングでやったんじゃない？でもほぼグランピングやな。グランピング芸人。あグランピング。テラス席が。これグランピング歴何年やろな。テラス席なだけ。すごい、中もみんなグランピングでした、はい、なんやもんだんだんちょっと変わってきてんねんけどなんかもう、普通の居酒屋とかの間にさ、ソープランドがドーンってめちゃくちゃなのね。ありますよ、これがいいのよ、やっぱりソープランド看護学院とかさ、あんまちょっと歌舞伎町とかまたちゃうな。ほんまや、こう食とさ、性をこう刺激してくるというかね。その歌舞伎町みたいにこう、油ぎっしじゃないよね。そうね、なんか、その、なんていうの、狭くないよ。なんか、やっぱ広いよ。え？なんて？狭くないよ、やっぱり。広いよ。北海道って。すごい芯食ったことを言うテンションってめちゃくちゃ普通のこと。やっぱ道路とかも広いよ。広いね。その歌舞伎町に比べたら。もっとなんか芯食ってほしい。ロングワイン。あった。これ渡って右じゃん。多分。マスターの。出してが今の。マジで大好きなんですよ。格好つけ。格好で千葉の人やから。今千葉北海道なのに北海道。今握手した時井岡さんのやり方しました。やめてください。握手して井岡さんここのグリグリってやる。やめてください。井岡ね。井岡弘樹ね。袋はいいの。あ、観光ですか。袋のちょっと辻さん、せっかくです。袋のスター的握手を。何やそれ使われへんやん使われへんいじられてるやん。袋の性病はね、空気感染するんだよ。もうステムかかってる。
やば。あ、やば。あ、やばい。声量映った。使わんでええで。あれ、なんで、なんでですか。あえて言ってきた。なんか、あれ。今え使わんでええでなんて言ったことないじゃないですか。ってことはなんか身に覚えにあれ今なんか性病中じゃないですかもしかして。あれ図星ですか。バレたらあかん、ま、誰かにバレたらあかん。何もないよ。人工の免疫するから俺性病になったことない。そんなさそんないやいやその性病じゃないっていうことすごい。松本清。いやそれはなこれほんま普通のやつや。五反田ガレージ。おい五反田ガレージ知ってんの。ありがとうございます、やばい。 YouTube 出ますか。 YouTube 出ますよ。ありがとうございます。当たり前じゃないですか。もう五反田、え、知ってます。昨日見ました。え、この人知ってます。これ分かんないっていうくだりですよね。あー、おー、すごい。ありがとうございます。五反田ガレージね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 DIY してくださいね。もう多分時間もちょうどいい。すごいね。五反田ガレージに1票入りました。やっぱそうでしょ。僕の次はな、ゴルフ学校が顔を刺すぞ。ゴルフ学校は今ゼロです。ゼロですね。刺す刺す。北海道やぞ。でも今、性病学校がいいじゃん。使わんねん。なんで使わんねん。なんであんなに使ったらあかんの。あんな分かりやすいとこ。いい取れ高やったやろ。で、もうなんかうまそうな店がありそうな。え、名前なに名前。これ、カブト。え、こんなとこ入るんすか。いや、分からん。え、合ってる。まあ、こっちこんなんいいけどね。うわ、こんな感じ。いやうわ、グランピングや。グランピングしながらしてる。やっぱグランピングってああやって世代問わずやれるもん。え、合ってるほんま、僕ら。いや、もう、ここや。もはやでも、どこでもうまそうっていう。何オールナイトニッポン始まってるやん。あ、ほんまや。これはややこしい。これややこしいぞ。もう一回出て左やん。ちょっとダンジョンみたいな。ちょっとススキノの闇です ね、 ね、もうちょっと。どう違う。次左ちゃうか。次左です。そんな入り組んでんねん。なんか入り組んでん。やっぱね、でもほぼ京都なんでね、すすきのは。5番の目なんで。ああ、ほら、カツラとかね、ありますから。カツラ京都にもありますよね、ありますね。ようこんだけ店あって、全部儲けてるよね。袋が見っけた。いやいや、もう大体分かってたんです。どこですか。あ、これいい感じ。あ、いい感じ。あ、いいやん、でかいやん。これや、これだ。めっちゃいい感じじゃないですか。名前言わんと。あ、予約してた林田です、ね。林田様です。はい、どうぞ。これってちょっと、YouTube の、はい、はい。あ、そうか。もう僕らしか映さないです。はい。ちょっと大丈夫。すみません。林田で、全然何にも思われてない。ちょっと YouTube だ。もう顔見せながら言った方がいいんや。ちょっと哲郎の。でも林田って言ってるから。まあ俺の名前は知らん。あの芸人に激似の林田だから。モノマネ芸人。モノマネ芸人。モノマネ芸人。いや、だからこれ森田さんで言ってたら多分すぐ通ってたと思うんですけど、林田なんか知らん人が YouTube チャンネルやと思われてる。かかってんすって林田チャンネル。全然聞いたことないやつが断れ。 YouTube やってるんですけど、林田哲郎のシャカリキチャンネル。まさそうやな。何でも全力チャンネル。ふわふわ。10年ぐらい遅い。あ、大丈夫です。大丈夫。あ、すいません。林田チャンネルでも大丈夫です。ええって、ええって、ややこしいな。ややこしい。左奥の個数でございます。すいません。ほんで、ネギ、タレ、イラム。うまい。うまー。お、いけてる。